おはようございます、コウヘイです。本日の動画はですね、まあいつも見ていただける愛おしい視聴者さん、そしてまあね、ここ最近新しく、登録ね、チャンネル登録してくださってる、まあ、視聴者さんの方に、まあ、メッセージ、はい、まあ何をね、お伝えしたいかというと、まあ僕のね、YouTube チャンネル、こういったチャンネル、まあですよっていう、まあ自己紹介的な、ことをね、まあ言いたいっていうのと、まあそれと、まあ今後は、まあ今後もかな、まあこんな風にやっていけたらいいなというね、それをまあお話したいという動画になります。はい、でね、まあそれをちょっとお伝えするだけだったら、すぐ動画ちょっと終わっちゃうんで、で今日はね、僕のまあ一日、普段やってるね、まあ一日と言いますか、まあ半日かな、日常の動画をお見せしながら、お話ししていきたいと思っております。はい。でね、まあ、それだけじゃなくて、視聴者さんからね、まあ、他にいろいろ、まあ、時々いただく、まあ、質問なんかも、まあ、お答えしながら、まあ、ゆるーくね、撮っていければいいなと、思っております。はい。今ね、朝の6時半です。はい。僕はね、もう朝の4時半から、起きて、まあ、いろいろね、作業なり、なんなりしてるんですけれども、そういえばね、一つ早速、まあ、ね、お答えしたいの。僕、ほら、よく、車で、ほら、動画撮ってるじゃないですか、車の中で。これ、まあ、理由はね、二つあるんですよ。これもなんで車で撮ってんのっていつも言われるから。一つはね、まあ、今、車庫の中で撮ってるんですけれども、ここの場所いいんですよ。なんでかっていうと、横からね、ちょうど窓が入って、光がぴゃっと当たるんですよね。だって撮りやすいっていうのと、もう一つ理由があって、僕、まあ、嫁とね、あともう一人、この家、三人で住んでるんですよ。一部屋、今お貸ししてて、合計三人で住んでて、で、僕、まあ、YouTube 撮るの結構朝早くに、もうパッと撮ってしまうんですよね。で、朝早いから、まあ、起こしちゃまずいなとか、まあ、いろいろね、まあ、声とかうるさかったら悪いかなと思って、その車の中に入れば、外に聞こえないじゃないですか。聞こえにくいじゃないですか。ほんでね、まあ、撮ってるっていうことも、あるんですよね。はい。あとね、まあ、声が、僕マイクとかつけてなくて iPhone 1個で、まあ、ずっと撮ってきてるんですけど、まあ、声もね、そう、車の中にあれば、拾えやすいと思うんですよね。やっぱり声が届かないと、ちっちゃいとダメだと思ってるところがあるんでね。まあ、それでね、よく、まあ、車の中で撮ってるってこともあるんです。今ね、朝の10時ぐらいです。まあ大体ね、朝の作業をちょっとやって、まあ掃除とか終わったり、朝ごはん食べた後、そしたらね、まあ筋トレをするんですよ。まあ今忙しくなっちゃったんで、早く収入をね、今入れたいんで、まあ昔ほどはね、やってないんですけど、週、今でも4回ぐらいかな。まあ前が5回ぐらいだったんですよ。今4回ぐらい。で、ちょっとやる時間も短くなって、前はね、50分ぐらいやってたんですけど、今は40分ぐらいです。まあ、たった10分かよと思われるかもしれないんですけど、まあ、この10分がね、結構大きいんですよ。でね、まあ、その後、軽く散歩するんですよね。まあ、日に当たりたいっていうか、新鮮な空気吸った方がいいでしょう。はい。まあ、でもですね、今ちょっと、ただの散歩してるわけじゃないんですよ。非常に、もうちょっとね、また YouTube で、またこういったことをね、まあ、自分で言うのも恥ずかしいんですけれども、ある場所に向かってるんですよ。はい。いやー、もうすごい今、心配だ。まあ今ね、まあ散歩がてらに本当はちょっとスーパーに寄る予定で、まあ財布もね、持って出ようとしたんですよね。家から出て。で、財布持とうと思ったら、財布がね、またないんですよ。まあ僕もね、なんかそうチャック付きの、そうポケットにチャックがついてる、落ちないような、買わないといけないなとは、そういうズボン、パンツを買わないといけないなと思ってたんですけど、まあ買ってなくて。で、ひょっとしたら僕財布、やっぱまた、落としたんかなと思って。で、どこで落としたんかなと、まあ今ちょっと考えてたら、まあ郵便局に、行ったんですよね、この前。で、そこで落としたかもしれなくて、ほんで今歩いて郵便局に、まあちょっと25分か30分くらいかかる場所にあるんですけど、そこに向かってるんですよ。いや、あるかないかわかりませんよ。で、ひょっとしたらね、僕車に入れたかもしれないんですよね。
車に、僕運転するときにピョって、邪魔になるからよくサイドのところにピッて置いとくんですよ。財布を。で、その車を見たいんですけど、今ちょっと嫁が仕事で使ってて、車が見えないんですよね。だからお昼休憩まで待たないといけない。で、そこになかったらやばい。でもちょっと今もう待ってられないんで、ちょっと郵便局、行ける、早く行動したいっていうか、もし車のサイドなかったらどうしようと思って、で郵便局にね向かってるんですよね。いやー、やっちまった、やばい。こんなのも含めて僕の一日なんですよね。最悪だ。もうなかったら最悪ですね。ちょっとね、現金多めに入れといたんですよ。銀行行ってちょっと入金しようと思ってたんで、ちょっと収入があったからキャッシュそこそこ入れたんですよね。でして、心配すぎます。はい、どうしよう。で、郵便局にも一応電話したんですよ。財布落ちてないか電話しようと思ったら、機械オペレーターになってて、もうほとんど繋がらないんですよね。で、最終的には30分ぐらいオペレーターずーっとやり取りしてて、機械とね。で、最終的には、30分後ぐらいに、おかけ直しますって、英語ですけれども言われて、なんだよそれと思って、ほんまにかかってくるんかなという思う気持ちもあるから、ちょっと向かってるんですよね。さあ、着きました、郵便局。ないと思うんですけどね。一応聞きます。あ、サタデー。あ、モーニング。 In here? Here or parking lot around like 9 a.m.I don't see anything. The supervisor です。いやー、最悪です。やっぱり、なかったでした。財布。でしょうね。はい。あとは嫁の連絡ちょっと待つしかないですね。さっきね、テキストでちょっと、聞いたんで、テキストで聞いたらテキストは返ってきて、ランチタイムにね、チェックしてみる。車の中チェックしてみるって言ってたんで、そこになかったらもうほんと泣きます、僕。はい。ほんでね、今もう、とりあえずちょっとスーパーちょっと通り道なんで、家にね、クレジットカードが1枚あったんで、この前作ったやつ、新規の、まだ使ってないやつあるんですけど、それでちょっと買い物しようかな。ちょっとお店、通り道な、お店っていうかスーパーね、このボンズっていうのあるんですけれども、ね、ちょっとレタスとか買いたいんで、はい、レタスは、約2ドルなんで、日本円ですと、300円ぐらいですね。はい、一番大きいの取ろう。どうせ取るなら一番大きい方がいいでしょう。これにしよう。はい、あとね、バナナはね、僕欠かせないんで、はい。 Your total is3.50. Please select your payment method. はい、レタスとね、バナナを買って3ドル50セントでした。ですんで500円ぐらいですね。はい、今ねちょっと買ってる時に嫁から電話があって、車ちょっと見に行ってもらったんですよ。仕事で使って今休憩じゃないんですけど、ちょっと早めに心配だから車見に行くっつって見に行ったんですが、残念ながら僕の財布は、なかったということです。ちょっと今もう一回家帰って探そうと思います。今ちょっと心臓バコバコしている状態。はい、今日はね、僕の仕事の流れをね、ちょっと本当はもういろいろこういう風に撮ろうとか思ってたんですけれども、いやちょっともう今パニックになってます。はい。でね、その動画の最後に、視聴者さんのね、視聴者さんへ、メッセージを言ってね、終わる予定だったんですが、はい。今日何を、ちょっとメインとして撮ろうとしてたかっていうと、視聴者さん、もう本当にね、いつも、見てくださってありがとうございます。ほんで、ここ最近ね、本当に見てくださる方増えた。もう本当にありがたい。視聴してくださらないと、僕もね、やっててもちょっと寂しいところがあるんで、本当感謝なんですよね。でね、僕のチャンネルってもともと、ピーナッツというね、犬、一心同体でちょっとずっとやってきて、ピーナッツが主役的な時もあったんですけど、もういなくなっちゃったから、で、最近はね、ちょっと経済中心のこと、
僕目線ではありますけれども、まあ話してきてるんですよね。うん、ほんでね、まあ言わなくても、まあ大丈夫だと思いますけれども、まあ僕はね、まあ基本的に、まあ完全な一般人ですんで、一般人の目線から見た、まあこのアメリカという感じで、まあちょっとね、ゆるく見てくれたら嬉しいかなというところあります。まあゆるくもすでに見てるかもしれ、見てらっしゃるかもしれませんけれども。でも、まあ、このね、一般人の視線でも、それでもね、喜んでくださる方、まあ、いらっしゃって、で、まあ、結構ね、メッセージいただけるんですよね。んでね、まあ、これからも、こう、インフレとかで、まあ、僕もね、ちょっと想定外のことが、出費とかが増えてきて、先が読みにくい、分からない世界になってはいるんですけれども、まあ、そういうのもね、自分で感じたことを、またね、その素人目線からお話ししていきたいと思ってるんで、まあ、その、ね、そういった目で見てくれると嬉しいかなと思ってます。で、あとね、もう一つ、まあ、もう一つ言いたいことがあって、まあ僕ね、まあ旅行地行ってる時っていうのは、まあ割と自分のプライベートとか、まあ思ったこととか結構話したりしてるんですけれども、あんまり、そんな、かっこいいことではないかな。恥ずかしい話が多いかな。まあよく動画投稿する時もちょっと軽く指震えながら、こんなん出して大丈夫かなとか思いながらも出してるんですけど、まあそれではそれでね、見てくださる方、喜んでくださる方もいるんで、まあ、いいのかなと思ってます。まあ、恥ずかしい動画、僕にとってはね、ちょっと、恥ずかし、大丈夫かなっていう動画多いんですけど、でも、まあ僕、その、まあなんていうかな、まあこれも含めて僕なんですよね。その、あんまり、まあいいところを見せようと思ってないっていうか、まあ見せれないし、見せるようなね、こともできないですし、まあよくね、飾らないところがいいとか言ってくださる方もいるんですけれども、まあ飾れないっていうところもあるんですよね。まあこんな感じでの僕でも、まあアメリカで、やってってるという、ね、こんなバカでもやっていけるんだから、ね、皆さん、まあ僕より絶対頭いいはずですよ。でも、まあなんとかやってってるっていう、の店、まあ、ちょっとでもね、なんか、まあ、勇気っていうことないですけれども、うん、なんか、まあ、モチベアップみたいに繋がったらいいかなっていう感じで、まあ、そういうのもあってね、お伝えしてるんですよね。ですね、またちょっとお恥ずかしいお知らせになるんですけれども、まあ、今スーパーから帰ってきてね、あと最後の一息で、ウォレット、財布、もう全力で、まあ、探してたんですよね。もう全部の棚も探しました。まあ、棚に財布は入れないでしょうけれども。ほんでも、ちょっとですね、実はですね、あったんですよ。それがすっごい場所にあったんですよ。もう大変もうお恥ずかしいんですけど、どこにあったかっていうとですね、はい、今ちょっとカメラを切り替えると、はい、このね、これあるじゃないですか。この電卓の下にピッて財布置いてあったんですよ。いや、もう本当に良かったです。いやもう、とりあえず、昼食、お昼ご飯食べます。はい、お昼ご飯ね、今日楽しみにしてたんですけど、さっきまで食欲なかったんですよ。ほんでもね、ちょっと楽しみにしてたものがあって、昨日、下ごしらえしておいたものがあるんですよね。はい。ランチです。はい、何かというと、まあ、カツカレー。はい、見たままなんですけど、昨日の夜ね、揚げといたんですよ、いっぱい。で、二日目はね、大体インスタントのやつ、よく買ってあるから、カレー。で、それに、自分で揚げたね、カツ、上に乗せて、食べるっていうパターンです。今日ね、初めて食べる、銀座カレー、
日本にね、この前行った時買ってきたんですよ。どんな味なのかなと思って。最高にうまいですね。高級感ある。うまい。で、まあ何より、カレーとね、このカレーとカツを、まあ、一緒に食べるっていうのが最高にいい。しかし、ハラハラしました。本当に、まさか。電卓の下って、電卓の下はちょっと探せれなかった。まあおかげでめちゃくちゃ忙しい。もう2時間ぐらいパニクってたかな。もう何しても集中できない。まあでも、良かったって言えば良かったかな。うん。今自分がしようと思ってたことは、とりあえず、あ、銀行に電話せなあかんわと思って、銀行にね、クレジットカード、悪用されたらいかんから、それ、まあ、銀行に電話するでしょ？んで、あ、免許作らなあかんわと思って、免許もほら入ってたから、車の免許。あと、ね、コスコのカードとかもあったな。まあ、それは重要じゃないか。まあ、とりあえず、で、現金がね、約1000ドルぐらい、1000ドルぐらい入れてたんですよ。15万円ぐらい。うん、めっちゃ、なかったよ。悲惨でしたよ。それ持ってかれたら。いやまあ、郵便局員さんもね、なんかすごいお優しく、親身になって、もう忙しい時に来るんじゃねえよって、そういう感じじゃなくて、なんか優しい人だったんですよね。で、後ろに並んでるもうお客さんもみんな並んでるわけですよ。郵便局員、郵便局でね。で、そのお客さんたちも僕にもう哀れな目で、大丈夫？っていうような感じで、もう涙出そうになりましたよね。まあこれも含めて、まあ動画的には面白かったかわかりませんけど、僕はもう本当に心臓バクバクでした。いやーお腹いっぱいになりました。そして、ちょっとねようやく気分も落ち着いて今ホッとしてます。はい。はい、今ね、お昼の、まあ、2時ぐらいなんですけれども、まあ、一応ね、郵便局員さん毎日僕のね、売れたものをピックアップしに来てくれるんで、それがね、1時から2時ぐらいなんですよね。で、まあ、それピックアップしてもらったら、まあ、僕の、まあ、一応大まかなね、仕事一つは、終わりなんですよ。まあ、それ、そこまでに売れてるものをとにかく、まあ、梱包して、まあ、配送するっていうことなんで、まあ、それで一応一段落。で、こっからはね、2つのね、仕事あるんですよ、お昼から。うん、前はね、お昼終わった後、ちょっと昼寝とかもね、ゆったりしながら、気楽にやってたんですけど、今はほら、非常に悪い状態になったじゃないですか。ね、屋根のね、お金がちょっと、すごく、用意するのが難しい状態になってるから、ちょっと急いでね、収入を上げないといけないってことで、で、まあ、昼からもね、フル回転でやってるんですけど、まあ、二つあって、一つは、出品作業ですよね。まあ、僕は物売りはメインにやってるんで、一応物理的に時間をかければ、それなりにね、一応収入は増えるような、形なんですよ。そういう感じになってるんで。だから、とにかく出品数増やす。で、それだけじゃなくて、もう一つね、重要なことが、まあ、リサーチですよね。で、まあ、視聴者さんにね、よくいただく質問で、まあ、どのリサーチ、どうやってやってますかっていうのがあるんですけど、一番いいのは、eBay で、この前もちょっとライブで、YouTube ライブで言ったんですが、テラピークっていうね、T から始まるやつ、TERAPEAK っていう、テラピーク eBay のね、そこを見てもらって、まあ、過去にね、大体どれぐらい売れてるのかとかね、自分のね、売りたいもの、めぼしいもの、狙ってるものとかあれば、まあ、そこにまあ、名前入れて、で、過去売れてるね、数とか値段とか見てもらえればな、という感じです。で、もちろんね、その eBay とかでパッとそれ使わずにどんだけで売ってる、自分のね、売ってるものと、売りたいものとかね、eBay でパッと行くのもいいんですけれども、そこで売られてる値段だけ見て判断する人もいるんですけど、それだけではもう全然判断できないんですよね。まあ判断できないこともないんですけれども、そのテラピックっていうやつの方がいい。それはなんでかっていうと、売れた履歴が見れるから。うん。その売られてる値段が、誰かが出品してる値段が常に売れてる値段っていうことは限らないんですよ。よくね、皆さんよく言うんですけど、あ、これ、eBay でこれぐらいで売ってたっていう人いるんですけど、それが売られてる値段とは限らないんですよね。
だって僕が今じゃあこれ出品しますって言って、まあ1億円ってやったって、まあ誰も買わないでしょうね。で、だから1億円で売れる値段っていうわけでは、ないんですよ。そしてちょっと細かいとこを見たいのであれば、そのね、あのテラピークとか見てもらえればなと思います。はい。まあ僕はね、もう、もう待ったなしなんで、まあ今はね、こう昼から、まあ今から夜ご飯にかけて、夜ご飯の時間になる前、僕はあのご飯をスキップする、あの無視するっていう、そういうのはないですから、そこまで一応やって、一応一区切りということです。はい。で、まあね、ご飯食べてから、あとはね、もう一回散歩するんですよ。軽く。うん、まあそんな運動のためっていうか、ただ空気吸うため。うん、で、そこで一応公園通るんですけど、まあ公園で、懸垂をして帰るっていうのが僕の日課で。で、それ終わったら、まあ早く寝るって感じ。もう今、早いと、もう9時か10時には寝てるかな。昨日9時に寝たんですけど、で朝が早いっていうね。なんかその方がいいんですよね。はい。今ね、とりあえず嫁、帰ってきまして、めちゃくちゃ心配してました。あの財布あって、まあ本当に良かったねと。まあ、嫁は嫁で安心してました。はい。でですね、まあ今日の動画、僕がね、ちょっと考えてた通りの、通りには、いかなかったんですけども、残念ながらちょっと財布の件があったんで。うん、まあ、ちょっとリクエストであったね、高級住宅地でね、ちょっと歩きながら撮ろうとかも思ってたんですけど、まあ、それはまた次回かな。はい。まあ、それとね、動画の途中でも言いましたが、まあ、僕の YouTube チャンネル、まあ、ね、こういった一般人のアメリカに住んでる、まあ、素人目線にはなりますけれども、まあ、僕がね、今、ちょっといろいろ問題、例えばね、まあ、クレジットカードを、まあ、乱用と言いますか、今いっぱい作っちゃって、で、まあ、それがね、今のアメリカ、まあ、それはそれで問題になってる部分と、まあ、重なったりする部分も、まあ、あると思うんですよね。まあ、残念ながらと言いますか。うん。で、まあ、そういったのもね、合わせながら、僕の生活と、一緒に、あと、まあ、プライベートな時々、まあ、こういった動画、まあ、楽しいかわかりませんけれども、まあ、コメント欄とかね、見ながら、お話ししていきたいと、お伝えしていきたいと、アメリカ生活、お伝えしていきたいと思っておりますので、チャンネル登録して、待っていただけると嬉しいです。はい、ではですね、今日は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。いや、とりあえず僕はもう本当に財布があって、よかったです。